やめてくれ。出るわけないでしょ、バカ。で、あとさ、このフレンドシーズンしておいてほしい。あの、フレンドシーズン絶対無理、絶対無理。絶対フレンドにな,らない絶対にフレンドになるものか、お前は。 おいおい,おい,いねいいね。全然知らないでしょイイ。はい、じゃあ、転校します。6番さんか、時計回りとお願いします。<おい> <laughs> 誰だ、お前 <laughs>。6番です。よろしくお願いします。はい、7番です。お寿司おいしい。8番さん、どうぞ。<laughs> お寿司。はい、8番です。寿司食べたい。9番さん、どうぞ。はい、8番です。よろしくお願いします。あ、1番です。写真書写真書、寿司食いてということで、よろしくお願いします。行番ましどうぞ。 はい、2番です。みんな寿司ばっか食べないでください。はい、3番さんどうぞ。あ、3番です。お願いします。お願いします。です。5番さんどうぞ。はい、5番です。好きな寿司ネタはカニ味噌です。えっと、ルール説明は8番にお願いしてるので、8番さんお願いします。絶対岡構いまん、まあ。はい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 。ルール説明します。えー、2週目からはち、ちょっと聞いてみるわ、えー、あチャットでね、貼ってください。結果を貼ってください。えー、暴言、誹謗、中傷なしでお願いします。以上です。質問ありますか あ、ムラスラムラスラス禁止します。以上です。あ私、なんか女性でもなく、虚勢ですね。はい。何 <laughs> <laughs> だこいつマジで、なんだこいつ、マジで。何だ、こいつ。何だ、虚勢って。取っちゃったのあー、また人狼だよ。絶対勝ってんだろ。 銀狼は銀狼は。あ、やキングちん。あ、やめてくれ。知らないでしょ。パスか。で出るわけないでしょバカお前。あ、俺出ちゃうね。でダメだっての教師いるからダメダメ。なんで。じゃ出てよ。三人で出た方が強いよ。だから強いよ。いやいや好きにやっていいよもう。いい。であとさ、フレンド申請しておいてほしい。あのフレンド申請。絶対無理。絶対無理。絶対無理。 ねえ絶対無理 <laughs> 絶対フレンドにならない絶対にフレンドになるものかお前はお前とは絶対にフレンドにならんねえねえっていうのやめろマジで <laughs> お前12時半だぞお前, <laughs> お前何やってんだお前ねえねえはい皆さんはじめまして普通のくんと申します えー、自分村人陣営です。c はあります。えー、正面の8番3、8番3、白、8番3、白です。まあそうだな、自分からトップバッターっていうところっ,っうんそうだな、1周回って、うん、3番3の合図で、うんパンフルオープンが強いと思うよ。うん、まあ、参戦反対の意見は出していけばいいんじゃないのかな。えー、はいはい、5まやび村人陣営です。c はありません。よろしくお願いします。 えっと、4番が8にしろということで、フルオープン希望してるけど、フルオープンしなくていいと思うけどな、私。前までだったら、あの、ハンターだけだったから、フルオープンして、えっと、占い潜伏する方法が強かったけど、今は違うと思うんだけどな、フルオープンしなくてもいいのかな、とは思ってますよ <laughs>。あ、でも、嬉しいね。ちょっと楽しみたいんだけど、今日、こ、ここの村。ちょっと初日釣られたくないな、っていうのが心境です。 それではね6番さんに回します。えー、自分村人陣営です。怖いんで。はい、そうですね、えー。ここって人気村ですよね。<laughs> 4番さん、占い師に出てきたってことですけれども、えー、人気村ですよね。<laughs> で、8番さん、白なんですよね。で、あと気になったのが、5番さん、うん、なんか狩人いるとか言ってました。れこれ、人気村ですよね。<laughs> 何を何をした方が強いと思いますけれども。 えカリウいるおほんまや。変わってる。あ、そうなんだ。はぁ、いつの間にごめんなさいね。ああ、そういうことね。ごめんなさい。じゃあ僕ちょっとまたね、考え直します。ごめんなさい。僕のね、把握漏れでした。すいません。あー、黒っぽいのが強いんじゃないのかって思いますね、僕も。うん はい。えー、じゃ番さんどうぞ。お前、お前クソだな、お前。占い使用するとか言ってたのに、お前。発言してください。はい、どうも、スコ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 フィールドです。よろしくお願いします。えっと、そうで、ここハンターがいなくて、で、スコスコスコールドやるから、えー、占い師は絶対に出てくるべきね。<laughs> えー、で、フルオープンを推奨してる4番さんは、えー、ちょっと2戦目が高いね。だって、カリドが出ちゃったらカリド噛まれちゃうでしょそしたら4番さん、ん守れないよ。 というん、っところで、ちょっと4番の新名、俺に白出されてるけど、落ちてるかな。あのね、この村でのフルオープンは僕は弱いと思いますね。だって、えー、っと、まあ、これ、占い師が、でじゃあ、デレクルじゃないですか。占い師がデレクルっていうか、その、二2かぶりするじゃないですか。対抗でね。じゃあ、するとするじゃないですか。じゃあ、それの、なんていうんですか。あのー、あれもそうかあ。そうか、そういう場合もある。あ、あごめん、えー、っと、ミスった。えー、っと、マジ、俺、今ちょっとなんか。 えっと、そうですね、えー。おはようございます。村人知恵でした。ということで、ねえー、4番さん、占い師を把握しました。ということで、まだ占いが出てないから、兄さんで出てくる可能性もあるということで、占いには,は触れないでいきたいと思うんですが、フルオープンの件なんですけども、あの、人道知恵が3人いますよね、巨人と。で、3人いて、3人か 3人出てきて3人ねその仕様あったらそれ6人になっちゃうんでそれ1回ずつ釣ってたら枠足りなくなっちゃうんで正直どうなのかなって思うんですけどもちょっとわからないんですけども、えー、4番差8番差しろって言ってたかなうーんうーまあまだグレーツとかまだ決まってないので2周目皆さんの意見聞いて、えー、8ゲートばしていこうかなと思います以上ですはいおはようございます村人淳也です占い仕様ないです なのでもし3番さんが出なかったら平和村になりますね,いいねで。ちょっと進行論が皆さんとだいぶ違うんですけど、もし平和だった場合、占い師が確定した場合は、霊能者だけオープンしたいなと思ってます。狩りうドは伏せで、霊能者だけあの3番さんとかが合令出して一斉に出すっていう風にしたいなと思ってます。もし霊能が確定したら、まあ、乗っ取りがないからいいと思うし、 でもし2人以上出た場合は、ローラーしていけば確実に人,人外が連れていくから、それでいいと思ってます。3番、今のことるでもし3番さんが占いしようとかして、占い師が2人出た場合は、フルオープンしたいなと私は思っています。でそこでもまた、例のが2人出るとか、カリオドが2人出たら、ローラーすればいいし、 で、確定したら確定したで、そこはもう、あの、確定しろってなるので、あの、グレー幅狭められますよね。そしたら今日の釣り置も減らしていけるし、占い師の占い位置も減らせるので、その方が黒が見つけられる確率がどんどん上がると思っています。だから私は、どっちにしろ、3番さんが占い師で出て白打った場合はフルオープン。で、3番さんが占い師で出なくて平和だった場合は、霊能者だけオープンを希望しています。 うん、この意見は皆さんと全部違うんですけど、私はグレーの中では今のところ五番さんはえっと白っぽいかなと思ってます。五番さんは、その私と意見は違うんですけど、自分の進行したい意見をしっかり出してたので、村っぽいなと思いました。で、六七6、7、9あたりはあんまり、 意見述べてなかったので、あんまり把握できてない感じがして、<う>まだ色が落ちてないんです。俺は。一番さんは結構グレー精査してたので、一番さんも結構ムラっぽいかなと思ますああ。いいね、いいね。白な泣きを当たり、今日の釣いいね、羊ちゃーん。白っぽいって。黒だけどね。<laughs> はいどうも3番ラッキーです。えーはい、僕、占い師で5番さんが村人でした。以上です自分のフルオープン提案、叩く叩くみたいで、いつまでフルオープン話してるんだって言いたかったけど、まあ、一番、2番さんが若干自分の提案に強いんだけど、単純にフルオープンと言ったつもりはないよ。うん、だから一周回って3番さんのところで、これ、2番さんも若干触れたけどね、うん、あと残り何秒のところで一斉に出て、うん、もうあの行けばね、うん、村ありあると思うけどな。で、7番さんは把握しないけど、うん、そうなんだよな。 うん。反対ないけど、カーリウッド。でも、例のをね、出すっていうのは絶対、まあ、リバーさんも言ったけどね。ただね、単純に例のを出すだけだったら乗っ取りがあるから、うん、そんなね、6人もなも出ないって、はっきり言って。絶対もらえる手案だと思うんだけどな。で、結局このままグレーセンサーしていって、やばいところが、うん、語りが出て,ていってっていうことハーフオープンだよ。うん。だからもう、フルオープンする場合は、まあ、結果的にはもうできなかったっていうところだけど、一周回って3番さんのところで、良いドン。これが一番強いと思うよ。 それはカハンターがにかかっってて一緒っていうところもう今3、4が出てるってことで、どっちかが心境、心路は分かりません、ぶっちゃけ。だから今日は、えっと、グレー詰めた方がいいと思う。6、7、9、1、2。役の方は出なくていいと思うけどね。うん。で、6、7、9、1、2で考えた私は6かな。うん。えっと、考察も伸びてないし、 えっと、私の便乗を申してた4の神妙を避けることしか言ってない。2戦目で言ってるって言ってるけど、それの理由も聞いてないから6は今日次1かなと思ってんだけど、もし6が黒だった場合、相方は1なのかなと思った。なんで俺なんだよ。っっ1は5789に触れてたけど、6には一切触れてないんだよね。<ー>だから、ボクシングさんが。おい、誰だ言ってたお<は>おいえっと、六の論語あるのかなってちょっと思っちゃったんだよね。 今日グレー詰めて。誰だボクシングってお前もしそのグレーで狼が当たった場合は、っえっと、多分次の日霊の、霊能者が多分黒切ってくるかもしれかっ。カマーお前。でなかったらた村だと思うしって。ま、あ3、4の占い結果も、ま、あ見て、また釣り位置とか考察とか伸ばしていきたいなと思ってる。今日はとりあえず6番釣りたいなと私は思いました。カマはい、じゃあ回します。カマーお前、何してくれてんだよ、お前。ボクシングサウンドがお前。まあ、どうすんだ、配信見に来たら、お前。はい、と、3番さんと4番さんが。 占いてて発言し三て番てさんの発言が短かったんですけどでもさ,さっき三番さん,の,なんだろうあのプレイヤー情報を見てあまりやってないから、まあ、自分も全然やってないって初心者だからあんまわからなくて気持ち分かるんですけどだから三番さん発言しなくて怪しいけど自分は本当の占い師かなと思います。ええー、とそうですね えっと、僕は5番さんはとても白いと思いました。えー、思考が似ていました。確かに1番さんは6番さんに触れていない。ただ、えっ、ー、と、9番さんも6番さんに触れていない。なんなら9番さんについてはほとんど触れていない。7については分かっていない。フロープンは弱い。8とは同意見。8との同意見の印象しかありません。ほとんど触れていませんっていうところですね。9番さん。っていうところで、9番さんもかなり怪しい位置だと思っています。 なんで、1えー、96があるのかなって若干感じております。<laughs> しゃすぎ今井さんについては、えっ、ー、と、無駄になある進行論だと思いました。<laughs> 今井さんこの後もグレー交差点が伸びる印象があります。うん、そうですよね。そのぐらいですかね。はいはいはい。えっ、ー、と、3番と4番について、6番接ぎだから、まあ、多分今日は6ずりでもうこれは動かないんだろうなって思ってます。えっ、ー、と、3番が真の占い師だったら、えぇ、ー、1週目の、こう、みんなの発言聞いてからね、ええー、喋れるわけだから、そこで、 もうちょっとね考察を落としてほしいなって思った、だそこが、これは逆に、えー、真なのかなっていうふうに思ってる、えー、っと3番が偽で、真、え、面、ー、を取りたいのであれば、いくらでも発言できたはず、でそこ、それをしなかったところがね、まあ、3の方うがちゃ若干真目あるかなまあどっちか分かんないけどね、うん、若干、むちゃくちゃちょっと、あのもう6番は、えー、と発言が少なすぎて、触れるところが逆になかった。 あほんで俺今思ってんけど、今思ってんやけど、これ今ちょっと、まあ、言っていんのがあれなんけど、なんかあの、変な声で喋ってる人おるやん。ん7番とかそうやねんけど、このまあ、今これ言っていいんか分からんねんけど、前の試合で、なんか一つの、なんかこの部屋で、二赤あ赤で参戦しとって、一つ普通の声で話してて。<laughs> まあ、選手はんこやな、んか。7番みたいな変な声で喋ってる <laughs> 全,然全然全く気づかんかったんやんけど、その,その人が、えっと、ミス、ミスでもう一つ、 一 <laughs> つやってるところになんかもう一つ、なんか音消してなかった、それでバレたみたいな。だからそういうのがあるから、えっ、ー、と、もうやめてほしいの普通で、普通に話してほしい。七番が。病気じゃなかったら、あれ、ね、病気やったら知らないけど。<laughs> うん、で、まあ、そう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 。特にね、追加してまあ、とりあえず今日は六番ずりやし、まあ、ピンを発見する。 そうですね。3番さんが占い師出たっていうことは、えー、3番4番さん占い師とっていうことで。まあでもあの位置で3番さん話すことなかったのかって言われるとたくさんあったよねってことで、まあフラットに見たいけど、どちらかといえば4番さん死んでみたいかなって感じですね。それと5番さんが私になんか6とのラインは1があるみたいなことを言ってたんですけども、 うーんちょっとね、まあ僕も触れなかったの悪いんですけども、な、なんで触れなかったっていうのが印象が本当になかった。どこともラインがなかったから触れなかっただけで、それでなんか5番さんが言ったことに対して7番さんが便乗。そして8番さんも便乗したかな便乗してなんか詰めてきたのかなって感じで、ちょっと5、7、8の印象が悪いと思ってます。 で9番さんの7番さんに対する、あのー、声が普通、<laughs> 普通じゃない、病気だったら <laughs> しょうがないとか言ってたんですけど、そういうなんか病気とか言うのやめてください。かわいそうです。<laughs> こんな無理だよ、俺。<laughs> <laughs> 笑っちゃうよ。病気なんかもう接続切れで書いて病気なんかがったら死んねんけどなと思ってます。まあこうなるし <laughs> 番さん多分出てると思うんで、こんだけヘイト集まってていやばい番さんやくないよね。もうこの後乗っ取りとか合わなくていいですよね。普通にスムラか人狼と見て釣っていいかなと思います。うーん、三番さんが病気だったらしょうがないけど、いいやすすでげから <laughs> うんまあ一応名前はフラットに見ようかなと思っています。5 <laughs> 番さんって結構白く見てたし、私も他の人も結構白く見られてたんで、強人だったらそこを囲う加工メリットはあんまりないかなと思ってるんで、<laughs> まあ強人じゃなさそうかなっていう印象です。人狼はあると思います。人狼家臣。<laughs> うん無理だわ、<で>あとどうだろうな。えー、発言少なくてすみません。でも、初心者すぎて何も分からないです。うん、とにかく占い師で5番さんが。 村人ででした。以上です。<laughs> お前、ふざけんんな、なに。いかもしんないいよ、これやわかんないどっちかわかんないけど本当に占い師で3が占い師って可能性もあるよね。 人狼は、<あ>人狼は、どれ殺しましどこ人を殺してくださいうーん。あ、どでもいいですよ。二でも、いいうん、二でもいいと思うよ。2, 2、役持ちっぽいね。うん、役持ちはね、あのー、キューバーさんになんか、ね、あの病気だったらしょうがねえとか言われてたけど、<laughs> やばいよね。うん、あの僕病気なんですよ。だ <laughs> から、フレンドになってもですか <laughs> <laughs> 何が病気だよ、お前 <laughs>。病気だからフレンドになればちょっと無理あるわ <laughs>。何言ってんのお前 <laughs>。お前、何、お前 <laughs>。お前、何病気使用してんだ、お前 <laughs>。<laughs> 病気だろ、明日 <laughs>。お前さ、ハンターない部屋でハンター買いたいってどういうことやねん、お前、もう <laughs>。<laughs> これさんがさぁ、発言してください。えっと、占い師で8番さん占ったんですけど、村人でした。以上です。え ?8?8? <8? S 2> 何こいつまた占ったの ?8? あ、違う。はい、もう2番白っていうところで、うんうん、白か。そうなんだよな。<laughs> うん 2番に関しては、その、ハーフオープンとか、霊能の件、霊能の件に関しては、うん、自分とまあ、意見は一緒だったんだけど、もう、結局、中途半端な話もしてたし、いいね、うん、逆にまあ、2番がどうかなと思って白だったけど、結局噛まれちゃったっていうところで、で、まあ、8番が、えー、っと、2週目の時に言ってたのかな、うん、3番の発言が、で、逆の逆とか言い出したけど、逆の逆とか言って、で、自分を、うん、黒塗りしてくるっていうところ、うん、片白というか、自分白出してるんだから、もう、しっかりしてほしいなっていうところ、 今の3番の発言聞いて、それでも白いと思うかなっていうところを言いたいよ、八幡さんに関してはね。ただ、自分の白のところにね、やや言ってもしょうがないけどっていうところ。で、うん、3に関してはね、うん、自分はね、狂人と見てるよ。うん、人狼じゃない。うん、狂人。で、うん、ということは、で、6、うん、六で連れてたらっていう話だけど、まあ、この後ね、例論が出てきていろいろ言うかもしれない。えー、マジで難しいなマジで初心者かもしれいよ、お前3番。 くださいえっと8が白角だねで3番が8占った理由はなん,なんとなくわかる8が3のこと死んで置いてるからすり寄ったのかなと思って3を占ったんでしょうそしたら白でしたんで白だったんだよねで4番がなんで2を占ったのかちょっと私は謎いかなうん791の色見てほしかったなっていうのはある私の中では結構村を消してたからで3と4はぶっちゃけ3っぽいなえっと狼さんは進化今日ついてないと思う <laughs> だって8白角で、私三3裏な、3がなってるから、だいぶどっちか分かんないと思うんだよね。だから3と4強二分の一行くよりかは、7、9、1の中で私はグレー詰めていきたいなと思ってる。うんそっちの方が、えっ、ー、と、いいと思うんだよね。7、9、1でいきたいなと思うんだけど、7、9、1で考えたら、7番が昨日の発言で、私の便乗してたのがちょっと怪しいかなと思ったんだよね。 で、1番に対して6のその7だっけ ?7 が私の便乗したの,の、のも黒いんだよね。だから7か9で考えてんだよね。なんでかって言ったら7は私の便乗したし、9は8の便乗してた。若干7の方に私は傾いてるかなっていうのをお伝えしときます。はい、じゃあ回します。 あのね、5番さんに言いたいけどね、僕はあなたの便乗ではありません。あなたの情報が足りないと僕は指摘しました。ですが、とても白いと感じました。僕は目線が一緒だから。便乗したつもりはありません。1番さんについては6番さんに触れない。9番さんについても6番に触れない。なんなら5番さんにも4番さんにも触れていない。9番さんは色を落としたくない。僕はそのように見ています。 だから9番さんがとても怪しいですという話を僕はしたかった。<laughs> 5番さんにはそれが伝わらなかったんでしょうか。5番さんは本当にちゃんと情報を拾ってるんでしょうか。<laughs> うん、ちょっと不思議ですね。ただ、5番さんは僕と視点が一緒、その点についてはね。だからもう僕について、今回グレー校舎と行くっていうのも分かる。3番の本当に3、4の心境がつかない。うん、でそして2、えー、と霊能が、えー、出ていないことから、おそらく2番か6番がどっちかが霊能であったと考えられる。 <laughs> でもし6番が黒だった場合、1級は本当に濃厚だと思う、うん。1級濃厚だと思う。で、本当に1級の中に本当に役職がいれば、もうあとはその片っぽ釣るかっていう話なんだよね。まあ、もし占いに狼が出ていなければの話だけどね。うん、でも3番、4番の発言聞いてると、ああ、どうなんだろうな。 えっと、白角作ったあたりは3番の方が新っぽいんだけれども、発言の少なさから、どうしてもやっぱり新要素を拾いにくいんだよね。うん。で、4番さんも4番さんで、ここにて、2週目にて、グレー考察はしていなかった。うん。だから、どっちも本当に新居を追いづらいところなんだよね。で、9番さんはさ、あの、発言だけでさ、へあのー、なんだろう、何か言い返しとかなだったらわかるんだけどさ、僕が病気か病気じゃないかって、重要なんだろうか。<laughs> それで平トを向けてくるあたりも黒いと思う。69ライン、61ラインで向いてます。そして僕は病気です。<laughs> はい、私、白角ですね。白角の人です。今日噛まれるのかな<ー>えっとね、占い師には、えー、狼は出てないと思う。うん、狼が出てるんであれば、どこかにクローチする。もしくは、どこどことどこどこが黒いって確実にはっきり言うはず。うん。これ言ってないんで、シンと今日ですね。 真と今日。どっちか分かんないけど。うん。だ、病気、えー。7番さんの考察おかしい。<laughs> で、昨日の1番の発言で引っかかったんだけど、1番は、5番が、えっと、61ラインで見てて、7番が便乗して、8番もそれに、その理由で詰めてきたのかなって、なんかこう、自分が責められてるのを、結構嫌がってる感じがして、詰めてきたのかなっていう発言が出てたのが、詰めてきたじゃん。村だったら、そういう詰められるとか、そういう発言は出ないと思う。 出るだろうだからね、これ一番さん狼なんじゃないかなって思うけどな、<laughs> 俺今日一番いきたいと思ってます。以上です。マジでで、なんか、俺な、えそ、ー、れから8番とめっちゃ思考が似とって。うん、ほんで、8番はまあ最初が村分けしとって、で、やっぱり隠しろやん。で、なんか5番はなんか、8番に便乗、俺が8番に便乗するから怪しいとか言ってるけど、いや、何が怪しいって話で。で、結局、何、村人、あのー、収穫もらってるやんみたいな感じやし。 で、なんか、7番も7番で、なんか、結局、6、1、たぶん、6、7、1連のか番人狼で、<laughs> で、7番は、えー、っと、なの6軸に、人狼じゃない、6を6え、人狼軸、6番軸で置いて、なんか、6、1、6、9とか言ってるけど、さりげなく身内切りもしつつの、俺を釣り位置に置きたい人狼みたいな。だから、俺ちょっと、今日7番かな。ま、あ1の発言聞くけど、7番行きたい。 ええー、どうなんだろうな<秒>普通に8番さんで、0の例6のあれが分かってて、7番さんが6番さんの何、何人道軸で、な、疑問に思ってるだけなのかなって感じしますけども。え、僕、普通に5番さん怪しいと思うんですよね。だから僕は今日、5番さんで、5番さんどこと繋がってるのっていうと、うっすら見えてる7番ライン。57ラインで考えてます。はい。そんな感じで今日は、えー、5番さんに投票します。 ハークで多いやばい詰められる俺あダメあダメだったこれダメだったんちょっとなラインがうちら見える気もするけどなんか変なこと言ったのかな普通にん,なんか蜂はね村なんで普通になんか もうちょっと信用してほしかったなって感じなんですけどもなんかすごいね5番さん詰めてくるよね僕のこと、うん、ここをねちょっと占ってほしいな人狼さんにはあ占い師さんには、うん、ちょっとね怪しいよこれはあもうダメだあやばいあやばいやばいダブルエラーだやべやべってやべよ4番のプレイヤーは実現<黒>してください はい、もう5番黒。うん、5番黒。うん。例の、うん、1が黒。うん。例の他に、例の他にっていうところ。例の。5番のも例の乗っ取りだね。うん。で、もう自分目線で言ったらもう3は狂人で、うん、5が黒。で、5の相方がどこかっていうところかな。うん。で、この相方に関してはね、うん。まあ発言的にざっと聞いてて、うん、9、9が匂うね。うん、5、9、5、9。で、 そうくるかっていうところ、まあ、黒字されてすぐに例の CEO で、うん、1が黒か、うん、っていうところ、うん、あのー、それしかないな。で、うん、まあ狼、オオカミはわからなかったらないのかな、うん、自分と3の、うん、どっちかっていうところ、で、3は強人でしょ、うんっていうところかな。 だから、うん。今日に関してはもう5ずり、ずりが飲めない以上。はいはい。例の CO1 黒ね。6が白だったの。だから791の中に二陣路いるって仮定してる。で、<coughs> 2何が噛まれてるから。だから私は791の中に二陣路いるってはっきり言ったんだよね。まあ、例の助ってったかどうかわかんないけど。えっ、ー、と、79で見たら私7の方が黒いなと思ってます。なんでかって言ったら、その6を黒で見立てて、69ライン、61ラインを見立てて、 えっと、そこの考察、7が黒いなと思いました。うーん、なんて言ったらいいんだろう。6が白だから、だから7が黒だと思うんだけど。<laughs> 7黒、7一だと思う。だって7番は1番に触れてないもん。7は9を釣りたいって言ってただけだから。えー、どうしよう。今日決め打つよりかは私4行きたいんだけどな。 悪いけども、アはシャナナオの方がちょっと狼目線が高い。でも、4、はとりあえず強人だから今日は4番からいきたいなと思います。と、まず、あのさ、勝手に喋らせてもらうけどさ、<laughs> 8番で言うけどさ、俺昨日仮に6が黒だった場合の話をしてるでしょ <laughs> <laughs> 初日にさ、1、1番が6に触れない、9番も6に触れない。なんなら9番は6、5、4にも触れなかった。だから、えー、と、そういう黒いこあ、黒いラインがあるよねって話を僕はさっきしたんだよね。5番おかしくないかだって初日だってさ、あのー、1番は6に触れてないから黒いって言ったんでしょじゃ、その考察どこ行ったの今1番黒軸で考えてない、考えてるんじゃないのうん。で、7番は何 ?1 に触れてない。俺触れてるじゃん。 1>, うん、1、六一は6に触れてない。で、9も6に触れてないって話してるじゃん。うん。1番が黒なのであれば1、6はないってことだよね。終わってないからね。ああ1番は正直わかんないああ。なんか1番ずっとふわふわしてたから可能性としてはワンチャンあると思うよああ。で、3番噛まれたことからワンチャン俺漂白紙あるのかなと思ってるよ。 俺2番が霊能だと思ったからね。2番なんか役持ってんじゃないかなって感じだけどね。ていうか昨日の時点で霊能は絶対出るべきだったと思うよ。いくら白だったとしても。んじゃないと、あの、グレー行くっていう説得力を持たせるのであれば、絶対に昨日は霊能出るべきだったと思う。俺は。ああ。6白が分かってたんでしょうん。それ、そ、それが分かるだけで村の考察は変わるからね。うん。俺は乗っ取りだと思うけどな。どっちかっていうと。あ,あ、まあ、ちょ、4番のシーンも追いにくいけどね。発言からね。 ああまあでも1番昨日変なこと言ってたからね。うん。オオカミさんに占ってほしいとか言ってたからね。<laughs> お前うるせえよ、お前バカ <laughs> 何言ってんだろうと思ったけどね。うるせえバカああー、かな。<laughs> ああ9番も怪しかったけど、俺5のが怪しくなったかな。ああ俺は漂白紙だと思ってる。ああで、例の乗っ取りああ。やっぱり5番の考察はおかしい。うん。どうだ ?8 番スコフィールド。はい、発言します。あれ、7番さんなんで声変えるのやめたの 余裕なくなっちゃったのかなって感じた。えー、っと、4番さんの考察、えー、5番が黒で、えー、9番が黒、5級黒であれば、3番が狂人っていうのは狼人営もう透けてるんだよね。今日3番噛まなければ、他のとこ噛んでれば、もう、PP。それをしなかったらわざわざ白髪をする必要がないんですよ。うん、ということで4番偽確定。で、7と9、どちらかに、えー、狼がいる。であれば、もう今日の時点で7と9どっちか行こうぜって感じかな。 お互い入れ合うでしょ ?7 と9は。7と、今の7番さんの発言と、お9番さんの今までの発言と、ちょっと考えて、もう7か9、どっちか行こうやって思いますね。スコフィーさい。あー、えー、どういうこと ?8 番のってことえー、ちょっとまだ分からんねんけど。えーどう、どういうこと <laughs> えー <laughs>、今まで一緒だったのに。うん、えー、どういうこと、えー、?7、9に1人おるってこと 7 9なんでそういう思考になってくるえ、ちょっと待って、まだ追いついてない。<laughs> ちょっと待った。<laughs> いいね、5が乗っ取りで出てきてる。あ、いいね、いいね、いいね。やれやれ、潰せ、5。1>, <え>5 1ってなったらちょいち待って4が狂人で、7が人狼で、えー、っと、5が霊能で、えー、ってこともあるってことやんな、8番からしたら。えー、ちょっと待ってな。えー、5い。5いって。なんでだよー <laughs> !5 いけよー !5 いってくれよー <laughs> 終わったあ七755が4いってるよおかしいことに気がつけ<お>発言してください、えっともしいもしが霊能乗っ取りだったらオオカミが2人いるってことなの1人だったら霊能乗っ取りできないじゃん2人いった場合はもう PP になるわけよ4番が強人だから で私の発言で PP、何 ?PP がない時点で私が真だとは思ってくれないのかなって感じ。うん、もし私が、なんだっけ、えー、っと、狼だった場合、乗 <laughs> っ取った場合は2人いるんだよ狼が。喋、えー、れば喋るほど黒くなりそう、なんか。うん だから今日は四行きたかったんだよね。お前が七行けば終わるんだよ。あ、もう決め打ちですよこれ。<laughs> 7お前が七行けば終わってんだよ。<laughs> うん、とりあえず自分はや役持ちです。役持ちですっておかしいだろお前。はい、えっとまず聞いてほしいんだけれども、あの五番さんはさ、えっ、ー、と昨日の時点で俺らに六が白っていう情報を落とせる身なので、もしあれば六一ラインを俺は追う必要はなかったんだよ。わかる？ あなた、あなたメッセージはそう感じてたかもしんないよ。あなたがもし霊能だとしたらね。ああ。で、俺の黒い要素は何 ?61 ラインを引いたから。俺61ラインだけだけど、69ラインもあったけどって話したけど俺。うん。で、なんで9番は5番が黒いと思ったのに7番に入れるってなったのおかしくない ?9 番。5番黒いと思ってるんでしょなんで俺投票なすっげえ謎なんだけど、俺なんかもうやらかした感があるんだけど。 9番の発言が意味が分かんなかった。5番黒いと思ったんでしょで、5番おかしいでしょとりあえず役持ちってあなた霊能じゃないの何とりあえず役持ちだからって。<laughs> でこれで5番が黒ってわかんないの <laughs> <laughs> やばくない ?8 番も俺の話聞いてねえしさ。うん。はぁ、あ、こ村の殴り合いやったらもう終わりやな。あぁ。 4のシーンは確かに発言から追いにくいけど、3のシーンも追いにくいからね。俺は5番の霊能の乗っ取りのが強いと思うよ。俺2番が霊能だと思ってる。ああ。で、五番が、あのさ、8番に言いたいんだけどさ、5番がさ、人狼2人で、人,人狼二人残ってないと出れないっていうけど、逆にそれを逆手にとって出ることなんて全然できるんだよ。うん。だって俺釣られて明日終わんないで、明日だって今日終わんないでしょ終わんないでで、これ5番残るよ。で、4番は残るよ。4番も残るよ。うん。5番目さ、4がシーンでしょ これ号泣だったらどうすんの終わりだよそこまで考えてんの ?8 番。絶対そこに入れて。いうまいうまいうまいようまいもうこれ以上ないうまいこれ以上ないうまいよ、これ。でもちょっと8番のプライドが傷つくよそれ。でも7、8番、7、9次第。9次第。か。ババ <laughs> 勝った !9 番だよ

いやー8番はねプライド高いから1回決めたことはね、思考ロックだが、うん、動くとしたら球が動くと思った俺ははいおーげー はい、まあ、自分強人でしたうん占いローラーしないんだもんなーっていう感じかなでまあ自分は自分に入れるんでオオカミさん、うん、自分に入れてください9番シャップププ,プすいません僕ね病気だからねこのね号泣ラインとか言っちゃったこれ号泣だったらどうすんの号泣ローなんてありえないんだよね病気の僕に負けちゃったに、ね <laughs> クソうぜえお前マジも <laughs> う5級なんかありえないんだよ9番さん5級 <laughs> だったら3が狂人つけてるからわざわざ脅迫ダメしないんだよ <laughs> そこ7番七番狼なのに9番さん5番に入れてるからな結局押しに負けたなって感じです一番嫌な多分9番は多分一番嫌だから多分また次もやるんだろうね <laughs> 寝れねえよこれじゃ <laughs> これ人狼が勝つと 9人中3人は寝れるけど6人は寝れないんだなこれないあいいおうげーげボクシング見ててるが、勝っったぞって <laughs> あ、真面目不良さんあのボクシングさんあの、フレンドになってもらえませんか <laughs> はいということでね、えー、皆さん、えー、ご視聴ありがとうございました <laughs>